どうもこんにちは、ウロンです。今回は先日発売されましたブースターパックエターニティコードにて登場したカードを使った破壊デッキ、こちらをチューンアップしてきたのでお見せしていきたいと思います。さて、なんやかんや破壊もいろいろと新規カードをもらっているテーマになってます。ということでね、ここでね一丁、もう一回組み直してきたので、ご紹介できればと思います。とりあえず以前のご紹介の時点で、なかったカードの、効果だけ簡単に触れていきましょう。まずは双極の破壊神、これはイグニッションアサルトにて登場したカードですね。レベル8のモンスターですが、ジムフィールドのカードが破壊されたならば手札から特殊召喚することができます。またこのカードが特殊召喚に成功したならば手札を1枚捨てることで場のカード1枚を破壊することができます。ちなみにこの効果対象取りません。また場の自身が破壊されて墓地に送られたターンの終わりに自身を墓地から蘇生することができます。ただこの効果で特殊召喚した自身は場から離れた場合デッキ下に戻るといった能力を持っています。マガタマに次ぐ2枚目の破壊神モンスターということで、ラギアアルバの素材になることができるというのは破壊デッキ的には非常に美味しいポイントではあるんですが、それ以上にそもそもこいつがすごく使いやすい。場のカードが破壊されただけで飛び出てくる、なおかつ場のカード焼くっていうシンプルに使いやすいモンスターっていった、そういった形のモンスターです。打点も3000ということで、正直今現状の破壊デッキ、こいつ出してこいつでビートダウンしていくっていうデッキといっても過言でないぐらいで、それぐらい使い勝手がよく強いカードです。で、次はこの双極の破壊神がちっちゃくなったような感じの見た目をした破壊同士サラマですね。3枚目の破壊同士モンスターになります。このカード自分の墓地に存在するサラマ以外の破壊カード1枚を対象に、それを場に伏せてその後自分の場のカード1枚を破壊する効果を持っています。で、破壊されるとデッキから破壊出しますよっていう能力を持っています。今までの破壊同士って自分の場のカードを破壊する能力持ってはいたんですけれども、ちゃんと破壊する用の、破壊される用のカードを用意してあげなければいけなかった。ただこのサラマに関しては、極端な話、手札こいつ単体でも墓地に破壊マジックトラップ持ってた、破壊モンスターが1体でもいれば、この能力を使って大体破壊関係のカードを破壊されるとデッキから破壊出す能力を持ってるんで、デッキから好きな破壊呼ぶことができますという、そういうカードになってます。というところを踏まえた上でレシピ見ていきたいと思います。こちら説明文にも記載しておきます。見ればわかると思いますけど、見た通りのレシピなんですね。まず破壊同士がガーンって入ってて、破壊新モンスターがドバーン入ってます。はい、なんでこんな雑な積み方をしてるかというと、マジックカードちょっと見ていただけるとわかるんですが、強欲で貪欲な壺が入ってます。要はそういうことですね。同じカードをたくさん積んでいれば強欲で貪欲な壺を打っても怖くないだろう理論です。なのでたくさん同じカードが入ってます。ちなみに今回、永続魔法の破壊は抜きました。使い勝手がすごいなかったというところと、やっぱ除去は正直この双極の破壊神で割と足りるところがあったりするので、今回は永続マジックは抜いたって感じです。はい、でエクストラデッキこんな感じになってます。エクストラ結構雑なところありますけれども、とりあえずそのラギアに関しては3積み必須かなとは思ってます。今は割とマガタマから直接アルバとか、ライゴーとかにアクセスすることっていうのは難しくないんですけれども、多分ルール変わると、相手がリンクモンスター使ってこないなんてことザラにあると思うんですよ。そうなってくるとやっぱりアルバ以上って狙いづらくなってくると思うので、個人的にはラギア3枚は確定だと思ってます。他については本当、闇属性で固めりゃ何でもいいかなみたいな節はありますので、お好きな、リンクモンスター入れていただければと思います。いかがでしたでしょうか。展開とかルートとか、そういうものがもうないに等しいデッキなので、本当単純にモンスター出す、モンスター除去る、モンスターで殴る、これを繰り返して戦っていくというデッキなのでね、シンプルなデッキが好きという方もぜひ作っていただけたら嬉しいなと思いますので、そうじゃなくても皆さんも自分なりの破壊デッキ作って楽しんで遊んでいただければと思います。ではここまでのご視聴誠にありがとうございました。この動画に対して何かありましたら、評価やコメント、チャンネル登録等していただけますと非常に嬉しいので、よければお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ウロンでした。さよなら。